はい、おはようございます。はい、ここにいました。ここはどこでしょう？せーの、べん、湘南平。湘南。湘南平。初めてだよね。うん。ここはどういうところかと言いますと、位置は、なんだここは、平塚？平塚市だって。目の前は海でございます。海。そして、ちょっと今展望台登れないけど、向こうの方には富士山も見えますよ。それよりもね、リュシ君、はい、暑い。ここはなんつったマスクだよ、あそこ。暑い。あれだ。何だと思う？あれはテレビ塔。テレビ塔。違うんだよ。東京タワー。違う。あそこにあるものがあるんだよ。よし、行ってみよう。これからの君たちにちょうどいい場所なんだよ、これが。リュシ君、リュシ君、はい、これからね、もうちょっと大きくなったらね、うん、ぜひ女の子を連れてきてください。はい、ここに何かある？うん、ここにありますね。あの塔でしょ。あそこの金網のところだ。金網のところまだあんのかな。あ、金網。それで、ね、昔昔昔お父ちゃんのお母ちゃんここ来たんだよ。うん、久しぶりだ だよね。久しぶりだね。こんな感じで。おお、寒。多分ね、前ね、なんかニュースでね、もうイカの例の南京錠が撤去されたっていうのを聞いたことあるんだよ。あ、本当？今はもうないかもしれない。なんで？ちょっと行ってみよう。ここに南京錠つけたと記憶してる人も多いでしょう。すごいな。いろんな書き込みが。すごいね。全部愛してるとか、なんかこう、なんか、あ、すごいね。いろんなこと書いてあるんだ。これあれだよね。純粋に眺めいいよね。前回夜だったっけ？昼だったっけ？夕方だったっけ？夜起きてるんだっけ？書いてません。父ちゃんたちは書いてません。お、これ景色楽しみになってきた。久しぶり。これね、あ、でもまだあった、まだあった。これがね、これあるんだけど、自分と女の子の名前をね、書いてね、ここに鍵をつけるんだって。そしたら二人は永遠に結ばれてしまうという。すごいね。富士山見えた。ここ眺めがいいよな。うん、言うと、これ新しいね。純&京子さん。2010年10月18日。まだ健在なんだね。ちょっと嬉しくなるな。これはどういう意味があるんだろう。いっぱい。いっぱいある？グループでやったやつ。グループなんだね。でもなんか落書きが増えた気がする。あ、もう落書きは書く方が増えたけど、でも南京錠健在でございます。だ、ね、いいね、景色いいね。なんか君たちも寒そうだね。同棲を始めました。犬も飼いました。終わり。素敵。大江の島が見える。こっから見える日の出綺麗だろうな。今度日の出に行きたいな。にょん。11月3日？2014年11月3日。おー、じゃあついこの間だ。やっぱり健在なんだね。これまただんだん増えてくるんだね、多分ね。いいっすか、もう。らしい。こんなとこにもある。うん、幸せの思い出がいっぱいあるテレビ塔であってほしいね。ありがとうございました。つわやくで、りょうちくん、さつしくん、ん？なに？俺んちってどっちの方向？あっち？うちは、あっちの方。あ、じゃあ見えたやん、もう。見えたら届きますよ、これ。つわやくで、いずれ女の子連れてきな。うん、バイクがいい、バイクが。バイクはええ。怖い。